何でも大丈夫です。台でも、まあ、お家にあるのが一番こういう椅子なのかなって思ったので、ちょっと椅子を用意してみました。まず片足を椅子の上に上げます。この時結構離れてた方がお尻には効きます。このままスクワットみたいに降りてみます。こんな感じで下がって上げて、この時体がこうなったりとか、こうなんてねじれたりとかじゃなくて、まっすぐ前向いて、あと下がる時に前に行くよりもそのまま真下に結構深めに下まで降りてもらった方がお尻のここの筋肉が鍛えられて、あの丸みが出ます。ちょっときついんですけど、下がって上がって、この膝も内側入ったりとかしないようにまっすぐでやってみてください。10回右やって同じことを左、こんな感じですね。これ結構私も結構やるトレーニングなんですけど、結構だいぶ効きます。ここの丸み出すには最初はなんか持ってやってもいいかなとは思います。壁とかできるようになったら離して、腰だったりとか前だったりとかで、ここまで最終的にはここまで下がれるとお尻に効いてくるので、ぜひやってみてください。そしてもう一個、猫背にならないようにまっすぐ床と平行でお願いします。その時腹筋もちょっと意識してもらって一回上げます。そのまま伸ばしていきます。この時こっち行ったりだとかこっち行ったりだとかならないようにまっすぐ上げて戻して曲げて、この戻ってくる時は結構キュッ入れちゃって大丈夫です。15回ずつやってみてください。お尻と一緒に腹筋も鍛えられるトレーニングです。これも右と左、これもテレビ見ながらできます。なのでお家でぜひやってみてください。はい、ということで、今日は女子におすすめなヒップアップトレーニングをご紹介しました。ちょっと1個目は難しいので2個目のやつからちょっとやってみてできるようになったら椅子とか使ってもらって、さっきのトレーニングをできるといいかなと思います。お尻を丸くして一緒に美尻を目指しましょう。皆さんぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。よろしくお願いします。犬のみのりでした。